ジェームス・ラストはドイツの作曲家、編曲家、楽団指揮者。1929年、本名、ハンス・ラーストとしてドイツ・ブレーメンに生まれる。第二次世界大戦中にドイツ国防軍の軍楽学,学校で音楽を学んだ。1948年にラストベッカー・アンサンブルのリーダーとなり、作曲家としても活動し始める。1960年代には、 ジェームス・ラスト楽団を結成、生涯のキャリアにおいて200枚以上ものアルバムを発表し、ドイツを代表するビッグバンドオーケストラの指揮者として人気を博した。また、ルーマニアのパンフルート奏者、ゲオルゲ・ザンフィルのヒット曲ザ・ロンリー・シェパードを作曲した人物で知られる。アルバム、セダクション収録のバイブレーションズは、日本のテレビ番組、プロ野球ニュースのコーナー。 今日のホームランの BGM に使用されている。命に関わる病気が悪化したことを2014年9月に公表し、引退ツアー公演を計画していたが、ツアー公演の開始を待たずして2015年6月9日、86歳で死去した。ラストはバンドリーダーであると同時にソングライターとしての側面もあり、欧米でも数多くのヒット作がある。 フーロートザットソングバイディック・ジェイコブスハリエット・フェイコブスライターズダイジェストブックス C1994 ありがとうございます。